も岩ですね、群馬県の南牧原村に来ております。西城市教育のは鹿岳って書いて金岳、金岳の登山口無料駐車場、10台ぐらい止めかねますかね。ここに一応簡易トッポントイレがありますので、こちらで最後のトイレを済ませてください。ここから金岳だけも行けますけど、四ツ又山行くので一回四ツ又山の登山道まで下ります。シャドウですけどね。じゃあ頑張ってまいります。西城市はね、一回妙義山行きましたね、相馬岳、はい、もう強烈ですけど、この近辺はみんな岩山、岩山ばっかり。こんなすごいですね、これこれ。で、ここが大久保集会場のね、登り口でございます。桜がね、結構綺麗でね、奥さん。本当だね。はい、四ツ又山駐車場の入り、登山口ですが、ここにね、個人の資材置き場でも駐車しても構わないけど落石とかは知りませんよってことで、4、5台そこらで、トイレはありません。じゃあこちら、この先車の進入不可で四ツ又山行きます。滝の脇はずっと上がってますが、四ツ又山金岳、この辺は、5月、4月の下旬から秋にかけて結構ね、昼が出るらしいということで、昼対策ということがね、歌われてますけれど、東丹沢レベルほどないと思いますんで、普通に対策すれば問題ないと思います。いや、なかなかワイルドですよ。針葉樹の樹林帯ですね。ひたすら直通ではないですけど、まあ、これ、つづらはなってますけど、まっすぐな部分が長い、つづらはで。植生がぐっと変わって、今冬です。冬のね、終わりですけど、まだ若葉が出てないから、相当視界が明るいところに出ました。多分コルですね。左四ツ又山になってるんで、左へ行きます。大天狗ですね。大天狗。尾根に上がったらね、やっぱ向かい風が結構上がってきてるんで、ちょっと体感温度だいぶ違います。金岳見えてきましたね。見えますか？ちょっと木の間なんですけど、あのね、ヤクダのコブみたいなあれの一番上まで行きます。今日は明王様ですかね、これ。お地蔵さんじゃん、なんかちょっとインドっぽいね、髪型が。もうじきね、山頂までの分岐になります。分岐からピストンして頂上行って、また本ルートに戻るという形になります。これですね、分岐です。これを右にで山頂行きます。四ツ又山山頂でございます。あ、ここにもなんか妙さなっぽいのが、ちょっとガスってますね。お、正面に金岳がいます。 899.5m。 はい、四ツ又山。天気良くないね。え、あれが福岡金岳ですね。はい、じゃあ行きましょう。一旦さっきの分岐まで戻ります。はい、分岐まで戻ってまいりましたので、豆型峠へ行きます。はい、こっちです。ここね、ちょっと木があるんで、
ロープ出てきましたが、一応そこは安全上ということで慎重に行けば、ここはもうすごい切れ落ちてるんで滑らないように。ロープね、あんま過信しちゃいけないですけど、まああるものは使った方がいいと思います。まああんまり丈夫なロープじゃないね。正面ね、金岳で、天気よければね、もうちょっといいんでしょうけど、ここにもね、石仏が、様がありますが、なぜか向こうを向いてるのは、向こう側になんか信仰があるんだよね。そうだね。うん。まあ、さっきの仏像どっち向いてた？こっち向いてた。向こう向こう。やっぱ向こう向いてた。うん、そう、うん。じゃあなんかある？東、太陽が昇る方か、西か、そんな感じだね。仏教だったら西っていい方角じゃない？極楽浄土ね、あった方が。ここもロープついてますね。まああのちょっと掘れてるんで、すごいねここ。流されちゃったんだね。咲いてますね、少し。で、正面ね、ちょっと見えにくい妙義山が見えます。で、金岳ね。松があるのは面白いね、こんな高さでね。随所ね、ロープ出てきます。ロープね、よく見てやばそうなのは使わない で、岩もね、掴む場所を考えないと脆いんで、しっかりしてるとこはしっかりしてるけど、脆いとこは持った瞬間ボロッといくから。金岳のね、登り返しというか、また樹林帯ですね。結構な勾配で登ってますが、道は迷うとこはなさそうですが、斜度があるね。木がないですね。下へ。ここから左に金岳がドドドンと見えております。あ、でも、もう正面妙に、はい、金岳でございます。はい、行きます。また下って登るよね。あれが四ツ又山、確かピークいっぱいあるね。だいぶね、山頂が近づいてまいりましたというかね、ちっちゃなピークを越えるたびに、ね、山が近づいてくる感じ。ルートは今のところ迷うところはないです。ただ岩場はちょっと自分で安全なルートを確認しながら登っていただいて、尾根に出ました。これわけね、ツツジでもうあと1ヶ月かな、すると赤ヤシオでいっぱい。左がちょっと咲いてますけどね、まあ正面も少し咲いてますが、気持ちいい尾根になるよね。そしてドンと正面に金岳が見えてまいりました。なかなか堂々たる山ですな。どこをどう登るのか分かりませんが、分岐ですね。分岐というか投票です。金岳の標識だけ。で、ここから上を仰ぎ見るとですね、こういう感じで。すごいですね。ここから本ちゃんかな。そうだね。根っこしっかりしてる。
に佳境に入ってまいりました。奥さんは喜んでると思います。今怒ってるもんね。うん、落石注意です。見てると怒ってきますよ。多分この岩の間をロープがあるのであそこ行くんでしょう。このね、競り具合素晴らしいですね。気付けてよ。今ロープね、登りきりましてトラバスしていきますが要注意です。左側は崖、岩、右はストーンですね。先にピンク見えます。トラバス終わったらね、一ノ岳、二ノ岳のね分岐きますね。まず二ノ岳行ってここまで戻ってきます。手作り感なのか老朽化なのか分かりませんが、はしごが出てまいりました。はしごロープは一人ずつ、はい、さあお気をつけてくださいね。これ壊したら怖いだろうな。これ下りは怖そうだね。下り怖いね。下りもその向きで降りてくるしかないね。さあ一人ずつ。どこでジョイントしてんだこれ。ジョイントね、私の棒1メートル。まあそのつなぎ目まで一人ってことでしょうね。これ、これ全部一人だったら詰まっちゃうからね。これね、左が切れ落ちてて右が崖で。少し左に傾いてる斜面を、まあ、鎖ですね。あれがね、四ツ俣山ですね。いやいや、だいぶ見えてきましたけど、いやー、ちょっと霞んでて残念だね。はい、かなだけ、そういうの。曇りだ、はい、1015m。 いや天気がね良ければもうちょっとね良かったんだけど、うん、え、鎖場ね、下り下っています。怖い方はね、登ってきた向きと同じように座っておいた方が無難ですね。一ノ岳一回行ってきます。やっぱりここまでピストンというか、そこの先で分岐になって下に降りると思います。はい、ここもね微妙に滑るんで、痩せ尾根ですけど、別にあのそんな恐怖感がある感じでは、ね、ここから一回頂上ピストンして帰りこっち下りますな。どこと書いてあるした。高原高い原とか、うん、はい、ここもなんかでっかいはしごがあって、こっちは距離そんなないみたいですね。はい、うん、いきなりロープですけど、ロープですね。まあな、鎖は出てきませんが、別に普通に上がれるロープです。ロープね、トラロープはね触んのがいいね。
こっちが一ノ岳マリシテン様、マリシテン様、マリシテン様の近くまで行かさせてもらいます。そっち少し展望あるみたいなね。あれ正面に二ノ岳ね。ちょっと奥行ってみましょうか。なぜここにマリシテンなんだろう。戦いの神様だよ。そうだよ、真田じゃねえのか。この女の人ヤッホー言ってる。これ違うルートだね。確認します。蒸し暑い頂上です。一ノ岳ね。一ノ岳、ここからね、四ツ又山よく見える。あれどこに、あの正面がね、綺麗だけじゃなくて、要するに又が1、2、3、4つ、まあ5つ、6つあるということですね。はい、今一ノ岳からね、降りてきまして戻りました。この高原という方へね、今奥様鎖棒降りてますけど、こっちの方へ降りてって行きます。このね、しっかりやれば補助的に鎖使ってもらって、ね、工芸グルートですね、降り始めましたけど、結構シャドウがある、ざれた道を普通で降りて、多分このままずっと降りてる感じですよね。これちょっと慣れない方、トレッキングっぽい出した方がいいかもしれないね。こまたこまたで行けば、前かがみにならず、てっぴり腰にならず、まっすぐ立つということです。だいぶ降りてきましたけれど、ずーっとね、まあ割と歩きやすい道を降りております。金岳登山口まで戻ってまいりました。ここからはね、駐車場までお走路ですけれども、奥様、金岳四ツ又山ですね。重曹、二山重曹でしたけれども、いかがでしたか？思ったほどじゃなかったです。思ったのはどんなことを思ったの？漏らしたらどうしようかみたいな。もう、楽しい、登るぞっていう感じかと思ったら、あれ思っちゃったのっていう感じだった。まあ岩好きの奥様ならそういうコメントなんでしょうが、まあ慣れてない方はね、ちょっとね、結構スリル味わえる。一応南牧原村の、ハイキングとかルートの紹介ではですね、ここは一応中級者コースっていうことで、ね、カテゴライズされてましてですね、まあそうなのかなと。まあこのぐらい別に体力的にも疲労的にも何も問題なければ、まあ直射以上ってことなんでしょうけれども、まあでもね、天気がもうちょっと良かったら良かったのかな。そしたら景色はね、でもね、西上市に余ってみんなこんなんばっかだから、どこ登ってもね、大体ロープは鎖絶対ついてるんですよ。まあそういうの好きな方はぜひ、来ていただいてですね、見ればいいんじゃないかなと思います。私のね、それ動画ではですね、山のね、登山ルートの紹介、グッズの紹介とかね、その他いろんなことやってます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。あと奥様に質問とかあればね、でお答えしたいと思いますので、でまた次の動画よろしくお願いします。じゃあねー。